ツイッターの方もフォローよろしくお願いします。わらきり抜刀斎です。今日はね、こちら塚の方を作っていきましょう。なんかこういう風に下書きしたんで、これの通りに彫っていきたいと思います。はい、何でしょう。何でもない。何、今はーいってやったじゃん。やったけど、うん、掘りますって言ったから、うん、はーいって言ったの。紛らわしいわ。どのぐらいまで掘ったら合わせてみるとかあんの？うん、あるよ。感覚？感覚だね。それで平らにするってこと？そう、横書き。縦やって横やって、縦やって横やって。それで一人の仕事なんで、本当は。塚巻師っているから。塚巻師、鞘師って別々なんだよ。みんな一緒にできるわけじゃないの？そう、分業制だから、日本刀って。そうなんだ。本来は一人の仕事じゃないの。だから葉巻を作る白金師がいて、つば、作るつば師がいて、でも俺は刀身以外は一通りできるようにしたいわけ。俺の元の師匠がさ、一人で全部やってたじゃん。それの影響なんだけど、全部習ったわけじゃないじゃん。途中で亡くなっちゃったじゃん、師匠が。だから、我流だったりさ、そういう部分もあるから、あれだけど、一応一通り素人に毛が生えたぐらいは作れるかなっていう感じよ。だから本来だったらさ、そういう職人さんに依頼、頼んだ方がいいわけ。でそんでもほら、ホイッキーさんと刀がじいさんはね、褒めてくれるし、いやぜひわらきりさんにって言ってくれるから俺は嬉しいのね。ほら、自分の勉強にもなるじゃん。勉強つが練習っていうかさ、やっぱこういうのってさ、数こなさないとダメなわけよ。その都度その都度新しい発見があるから。あとは感覚だもんね。そう、こういうのって全部感覚だから、職人の。感覚だね。だどのぐらい何ミリ掘るんですかって言われたって分かんない、そんなの感覚だから。その感覚がずれないようにやっぱり常にやってないとダメだよね。俺は別に職人になろうと思ってやってきたわけではないんだけど。趣味だもん。いや、趣味っていうかね、まあ好きだからね。いつの間にかさ、今たまたま縁だよ、やっぱり。ほら、亡くなった師匠、俺のさ、師匠っつったって、こしらえの師匠っつう感じじゃないじゃん。抜刀の方の先生じゃない。だから、その人が研ぎとか、ね、こしらえ作りとかやってなかったら、だって習う環境がないんだから、まあ、本当に、弟子入りするしかないじゃん。気軽に習えるものじゃないじゃん。ちゃんと弟子入りして教えてくださいじゃん。本当だったらさ、生きてればね、いろいろもっと教えてもらいたいこといっぱいあったわけ。でもね、もういないから、それを言ってもしょうがないんだけど、でもさ、いくら近くにそういう人いても好きじゃなきゃできないよ。できないよ。まず教えてってなんないもん。なんない。だってこんなに近くにいて見ててもさ、私作ろうって思えないもん。いや、それはまずだって刀にそもそもそこまで興味がないからじゃなくて、そもそも器用じゃないからかな。いや、まあ不器用なのは分かってっけどさ、興味がないわけじゃないんだよ。いや、でもさ、楽しいよ。作
作るのでしょ、うん、だって器用だったら作ってみたいなと思うけどさ、うん、絶対できないっていうのが分かってるからさ。いや絶対ってないんだよ人間に。子供とかだってそうじゃん。例えば縄跳びできない子供がさ絶対できないって言ってたけどさ、練習してできるようになるのと一緒じゃない、まあね、うん、だから俺絶対できないっていう言葉ってあんま好きじゃない。好きじゃないっていうかね、俺は思わない、うん、人にできることは自分でもできるって思ってるから俺は。逆になんかそれあれじゃん。何？伊之助みたいじゃん。なん、え？伊之助、ああ炭治郎にできることは俺にもできるみたいな、うんうん、それとはちょっと違うけど、まあ、それ伊之助と一緒じゃん。そういうことなのかね、うん、あ、今度あれなのか、反対もあるから。そうだよ、そっちの問題もあるから掘りすぎてもダメなんだ。そう、ちょうどほら半分、こっちは半分にしないといけないわけよ、うん、これ全部収まっちゃダメなの、わ、うん、かる、うん、わかる。で、逆にこっち側は全部収めたいんだよ。なんで？どうして？今まで多分それ動画で俺説明したことなかったかな。薄いの？そっちの方が違う。要は後ろは均等で半分半分でいいけども、こっちも均等で半分半分にしない方がいい、うん、そういう均等なツカもあんだよ。だから、ま、例えばこれ適当なツカあったからあれなんだけど、これは分かる？半々、うんうん、これ半々じゃん、うん、これってこっち側に寄ってるでしょ。古いツカだからなんか汚いんだけど、うん、わかるかな。こっち薄いけどもこっちがなんていうのかな、かぶってるじゃん、うんうん、こっちだけツカの部分にこうかぶってんじゃん、うん、だから刀ってこう振るでしょ、こう振るでしょ、こうツカ持って、うん、でその時に一番ここに負荷がかかるわけよ、うん、ここのつなぎ手のとこに一番負荷かかるのね。へー、そうじゃん。だってこれスポッて入れてこうやって振るんだもん、ここのつなぎ目のとこに一番負荷かかるじゃん、うん、だからこう均等にされてるとこうパカって割れやすいじゃん、うん、それが片方だけ被ってるとここの面って強いじゃん、うん、合わせ目がないからこうなってるのをこう包んでるわけだから、こう振ったところで強いじゃん、うんうん、こっちが、うん、なるほど。だからそういう掘り方にした方が強度は増す。だからそういう作りにしようと思うと大変だけど理にはかなってる、うん、今ほらあらかた削ったけどここの高さちょうどいいでしょ、ぴったり合ってるでしょ、見える、うん、ここ、うん、こっち側が、うん、なくなってる ね見えなくなってる。もうちょい 0.1 ミリぐらいちょっともうここの辺は中に入れるけど、うん、ちょい 0.1 ミリぐらいはみ出てるからね、うん、だからそれは調整するけども、こう見た時に見えないでしょ、うん、でこっちはまだ半分に達してないから、うん、これを半分に行くまで削る、うん、中子の形ってこうなってこうなってるわけ、わかる？このしのぎの部分はここからまあほぼほぼ平らで、ここからこう落ちてんの、こっからこう、うん、だからその形状をここの中でも再現しないといけないわけ、わかる？だからここを平らに掘ってって、こっからこういう曲線を描いていかないといけないわけ。鞘よりツカの方が難しい、うんうんうん、いやまあ鞘も難しいけど、うん、でも今そうなのかなってちょっと頭で思ってた。鞘はあそこが難しいよ、幅金とこ緩すぎたらだってすこすこ抜けちゃうじゃん、うんうん、あそこもきっちり作んないといけないけどさ、うん、ツカはねやっぱ持つ部分だから、うん、鞘はちょっとぐらいさ中が大きくても入るじゃん、うん、ちっちゃき入んないけど、うんうんうん、大きい分には入るじゃん、うん、まあそれもでもピッチリは作るけど、うん、でも使って
大きくてもちっちゃくてもダメなんで、ほんとぴっちりじゃないと、うん、大きかったらガコガコして刀触れないし、抜けちゃったら怖いもんね、うん、の、いいねいい、ほら、おお、はまってる、ここはまってね、ここはまるじゃん、おお、これでこれでポンって叩いただけで落ちるぐらいがちょうどいい、ちょうどいい、おおバラバラになっちゃったバラバラになっちゃったよ、この加減が難しいんですよ。うん、じゃあ今度反対側、反対側は こっち側は削んないから、あ、だからもうこう行くしかない。うん、こう斜め。そう、削んない方が逆に難しい。あ、削っちゃいけないんだもんね。そう、削ったらいけません。笑ってはいけない。なんで今それ思った。先に言われた。先に言ったぞ。ものすごいシュールな絵だね。うん、面白いんかね、これ動画として、うん、ちょっと集中しちゃったみんな早送りしちゃうんじゃない、ピョッピョッって、まあそれでもいいけど別に刀好きですとかって言う人いるじゃん、うん、それは刀身がメインなんだけど、うん、こういうさ細部も作るの結構大変なんだよっていうのが伝わって、塚とか鞘とかにもね、うん、興味を持ってもらえれば嬉しいよね、うんうんうん、刀身以外にも魅力がいっぱいあるから、うん、いい感じじゃないの、うん、いいんじゃない、うん、一回仮合わせしてみよう、ちゃんとつばとかもつけてね、まあ厚みも出したんで、これでちゃんとはまればいいな何いいなーって、いいなそうよいしょ、ドゥドゥンできた。やったね。おお、使えるじゃんこれ。もういいよ。虫の呼吸。玉。何玉って。なんだっけなんだっけ。なんだっけあの。何。しのぶの。言ってみ。玉、玉なんだと思ったの。玉。玉虫。玉虫じゃなくて。何。玉ぶれだ。よし、虫の呼吸、戯れ、違うよ、蝶の舞全然違う、虫の呼吸って何、まあいいや、中堀完成、まあ、次回は圧着してね、成形動画かな、カンナで削ったりして、まあある程度も形を近づけるっていうような、ある程度じゃないか、もうほぼほぼだねという部分になってくると思いますんでね、よろしくお願いします。合いの手ほら、違う、それじゃないそれじゃないよろしくお願いしますったらよろしくお願いしますでしょ、なんで拍手なの、そういうことね、なんで拍手なの、なんとなく、え、なんとなく、いや、よろしくお願いしますって言って拍手されても意味わかんなくないそうだね、うん、よろしくお願いしますって同じ気持ちになって言わないと、じゃあ真剣に、はい、ということで次回もよろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあまたね、さようなら何それ、え、
あの視聴者の人になってみた。あ、そっか、うん、はい、いいよ切って。